マスマインライト2回目のテーマはハノイの塔です数列というと高校の数学の中でも最も難しいと思われている分野の一つですそんな数列に関する話題でハノイの塔ディスクピラミッドというのはとても有名ですゲーム感覚で数列の学習ができますそんなハノイの塔について学んでみましょう 図のように A の場所にディスクが下から大きい順に何枚か載っています。このディスクを次のルールで BC のどちらかの場所に移し替えます。1、1回に1枚ずつ動かす。2、小さいものの上に大きいものを乗せることはできない。3、すべてを別の場所へ移し替える。さて N 前のディスクを移し替えるのに何回動かせばよいでしょうか。では具体的にやってみましょう。 まず1枚の場合です。当然1回です。2枚の場合はどうでしょうか次のように動かします。2枚の場合は3回となりました。容量が分かってきたかと思います。では3枚でやってみましょう。 3枚の場合は7回となりました。では最後に4枚に挑戦してみましょう。 案外面倒でしたね。15回という結果が得られました。これまでの結果を並べると次のようになります。さて、N 前の時はどうなるでしょうかそのために数字の並びの規則性を考えてみましょう。何か見つかりますかいくつかの規則性がありますが、最も近道をしましょう。各数字に1を足してみてください。次のようになります。 前の数に2をかけていく数列が得られました。これを初項が2で、公比が2の等比数列と言います。これの N 番目はどうなるでしょうかもうお分かりですね。N 番目は2の N 乗となります。ここで元のハノイオン等の N 前の時の回数を求めます。さっき元の数列に1を足したので、借りたものは返さないといけません。つまり元の数列の N 番目は、 2の n 乗マイナス1となります。その他にも規則性はあります。例えばどの数も前の数の2倍に1を加えた数となっています。これを式で書くと次のようになります。この式を全化式と言います。この全化式の意味をもう一度ハノイの等で確認してみましょう。ディスクが5枚の場合を求めています。 ディスクが4枚の時は15枚で動かすことができました。よって4枚のディスクの塊を別な棒に移すには A4 イコール15回となります。次に5枚目の1枚を別な棒に移すには1回となります。最後にディスク4枚の塊を今移した一番大きなディスクの上に移すのも A4 イコール15回となります。 よって求める回数は15プラス1プラス15、すなわち31回となります。n 枚で一般化すると an プラス1は an プラス1プラス a m すなわち 2an プラス1で与えられることになります。最初の方法では元の数列に1を足しました。この1という数はどうやって出てきたのでしょうかこれもこの全化式と深い関係があります。ぜひ考えてみてください。 この講座で扱った内容は次の書籍に載っています。Amazon で購入することができるので、ぜひご購入よろしくお願いします。次回のテーマは、長方形と同じ面積の正方形を作るです。正方形をいくつかに切り分けたものを使って、定義された形を作るパズルをタングラムと言います。同様に切り張りする方法で、長方形と同じ面積の正方形を作ることを考えてみましょう。それでは次回、またお会いしましょう。